2011年7月ドラマ水曜日夜10時日本テレビ系列ブルドクター。犯罪者を見破る名医か、掟を破るただの暴走女か、見過ごされそうな暴行死や子供の虐待死などの真相を明かすために手段を選ばず奔走する女ドクター。公式サイトのイントロダクションによると、自分の大切な人がある日突然死んでしまったら、なぜ死んでしまったのか真実を知りたいと思いませんか。今日本の死因究明率が先進国中最低レベルだということを知っていますか。そしてこの日本で実は多くの犯罪死見逃しが現実に起きているとしたら、人間が受ける最後の医療とも言われる死因究明、闇に葬り去られようとしている多くの真実に切り込み、死の裏に秘められた様々な人間模様を描いていく、そんな法医学の世界が今回の物語の舞台です。愛、絆、憎しみ、裏切り、絶望、エトセトラ、人間が抱える深い業、そんな物言わぬ死者が残した声なき思いを手がかりに、謎と驚きに満ちたミステリアスな事件を紐解いていきます。死因究明を通して描かれるヒューマニズムと、仕事と家庭の狭間で葛藤する女性たちのリアルな生き様をお楽しみください。ちなみに異常死解剖率に関してはフィンランド、スウェーデンの 100%、 アメリカ、イギリス、オーストラリアの 50% に比べ、日本はなんと 10% 程度。つまり日本で発生する変死者はそのほとんどが病死扱いで処理されているとのこと。そして物語の主人公は法医学者の大館珠美、40歳。死因究明の革新的なシステムを日本に取り入れることを目指し、これまで2年3ヶ月アメリカに国費留学、今回帰国して国立城都大学法医学教室に准教授として赴任。一児の母、赴任早々警察が単なる事故につき解剖不要とした検視に異議を唱えて一悶着。死因究明への情熱は紳士というより法医学者としての分をわきまえず、いい年して非常識、無軌道極まりなく子供じみたトラブルを起こすこともたびたび。信念の赴くままブルドーザーのごとく突き進む最強の女だが、一方家庭では家事下手や子育てに四苦八苦、悩み多き主婦でもある。演じるのは江角真紀子。2007年7月クールの TBS 系連ドラ地獄の沙汰も嫁次第に主演して以来、なんと4年ぶりのドラマ出演。まあ近頃はぐるナイのゴチになりますとか、グータンヌーボとか、バラエティ番組や CM を中心に活躍してきたわけなんですが、満を持しての女優業再開。そして気になる共演陣なんですが、まずは武蔵警察署の刑事、鎌津田千佳警部に石原さとみ。キャリアではあるが左遷的に所轄勤務、所轄でも功績を焦るがあまりの空回りが目立ち、周囲からは浮き気味。その上玉美との衝突により厄介ごと面倒ばかりがかさみ、公私ともに翻弄される最悪の毎日が始まる。法医学教室准教授の名倉淳之介と交際中だが、相手の心が読めずに悩み深き日々。続いて国立城都大学法医学教室准教授名倉淳之介に稲垣吾郎。超現実主義者で死因究明の現状のシステムの窮状を肯定もしていないが、自分の力で何ともなるものでもないと分かっており、割り切った対応に終始。玉美が赴任するまでは法医学教室を仕切っていた自負があり、玉美の存在は邪魔。その上理想主義で無軌道に突っ走る玉美を打滑のごとく嫌い、ことごとく反発。鎌津田千佳と交際はしているのだが、その本音は読めない。ちなみに稲垣吾郎と江角真紀子の共演は1997年10月クールの日本テレビ系ドラマ恋の片道切符以来14年ぶり。さらに3人の周りを固める主なキャストは、国立城都大学法医学教室教授武田信雄に小日向文世、学会での人望も厚い日本における解剖学の権威、合理的な思考の持ち主だが常に的確なアドバイスで法医学教室を温かく見守る、一人娘の宮と二人暮らし、武田教授の一人娘、国立城都大学医学部1年生武田宮には志田未来、尊敬する父の後を追い法医学者への道を目指している。玉美を慕って事件の真相究明に役立ちたいと思いながら、勝手にいろんな事件現場について行ってしまう好奇心旺盛な女の子。一方玉美の夫、外科医の大館貴寛に市川亀次郎、すれ違いがちだが夫婦仲は良好。玉美の性格を理解し尊重するがゆえ2年間の海外留学も認めた。ただ玉美に隠し事がある。
そして玉美の母中川水江には市毛吉江、悠々自適な生活で趣味的に書道教室を開業。激務で家事がおざなりになりがちな玉美に始終小言を言ってはプチバトルを繰り返している。その他にもブラザートム、さくら、大野拓郎、池田なるし、阿南健二、マギーらが出演。みんな役にぴったりっていう感じがするんですが、うん、ただ石原さとみの警察キャリアっていうのがちょっとどんな風になるのか楽しみですよ ね, ね。あと五郎ちゃん悪役になってくれないですかね。あ、今度はそうでもないみたいですが、しかし稲垣五郎、最近こういうちょっとした脇のポジションっていうのが増えてきました ね, ね。ズバリ主役を演じるよりこの方がいろんな味を出せるわけで、うん、何かにつけ江住真紀子に突っかかるそんな嫌なやつとかねそれかさっさと長いものに巻かれて尻尾を振るタイプかまあどちらにせよ結構ハマり役だとは思うんですが、ということで信念の強いドクターがブルドーザーのように突き進んでいくブルドクター、楽しみにしたいと思いますね。はい、はい。